あのね、まず取っかかりが重要なんだよね。おい、それはないってマジ嫌な感じ。それは天皇っていうのは多分彼にとって一つの、あのトランプのジョーカーみたいなもんだと思うんですよ。おい、それはないってマジ嫌な感じ。になっていく決心をいたしました。おい、それはないってマジ嫌な感じ。今日は元気ないい顔してましたよね。おい、それはないってマジ嫌な感じ。この既得権益の世界が新しいその世界を抑えてしまう、昨日の世界だね。おい、それはないってマジ嫌な感じ。顧客サービスを第一と考えないで、やってこれたということですね。おい、それはないってマジ嫌な感じ。お父さんはやっぱり天皇って言いたかったわけでしょ。いやだ。おい、それはないってマジ嫌な感じ。石原さんと、まあ、僕のコンビは続いていくんですよ。おい、それはないってマジ嫌な感じ。あれ、いくらですか、それは。今東京都の福祉予算をいくらご存知ですか。いやいや、老人福祉ですよ。老人福祉予算が中にいろんなものがあるわけですから、東京都の福祉予算いくらだかご存知ですか。今老人福祉の予算です。まず答えてもらわないと。老人福祉の予算。おい、それはないってマジ嫌な感じ。2020年のオリンピックに協力してくれと、こういうことをお願いしました。おい、それはないってマジ嫌な感じ。1人当たり平均340万円、率にして 13% の削減を実施します。おい、それはないってマジ嫌な感じ。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 